皆さんこんにちは病院薬剤師ダマさんですブログの読者の方には今更になってしまいますが自己紹介をさせていただきたいと思います私は地方の中核病院に勤務する薬剤師ですそして病院薬剤師ブロガーでもありますこのブログ 病院薬剤師って素晴らしい以外にもいくつかのブログを主催しております実はこのブログ今年で開設13周年を迎えますなんとなんとあの池きさんよりブログ歴が長いんですヤフーで病院薬剤師スペースブログで検索してみてください 私のブログがトップででで表示されますすも同様ですこのように検索上位になる理由はブログを書いている病院薬剤師が圧倒的に少ないからでありますが要するに暇人だということです上司には ブログなんか書く暇があったら論文を書けと言われ続けてきましたが結局書きませんでしたねそんなトップブロガーの私がまさかの YouTube デビューです病院薬剤師って素晴らしい YouTube 編の始まりです主なコンテンツをご紹介します 一つ目がクラウド型医薬飲酒です私の勤務先の病院ではサイボーズ社のキントーンというサービスを用いクラウド型医薬飲酒を作成しています詳細については後に譲るとして医薬品名で検索するだけで様々な情報にアクセスできる極めて いうようなツールとなっています私は気づいてしまいましたクラウド上に医薬品中を作るだけで病院薬剤師の悩みが一気に解決することが分かったのです私には宿願がありますこのクラウド型を世の中に広めることです こういったブログも作りましてクラウド型の作成方法を説明しておりますただブログは写真と記事だけどうしても限界がありますそこで動画を作って説明すればどうかということでこの YouTube を始めることに決めました 2つ目のコンテンツは抗菌化学療法です突然ですが質問です抗菌薬適正使用で最も大切なことは何でしょうかそれは適量です適量が分からなければ適正使用はできないからです抗菌薬の投与量が足りなければ 治療に失敗するか治療は長期化してしまいます耐性菌の問題が生じますしかといって量が多すぎると医療資源の無駄遣いになってしまいます私は抗菌化学療法認定薬剤師の資格を有しております県内で一人目の 資格取得者になりました資格を取得して気づかされたことそれは県内のあちこちから講演依頼があったことですその際に使用したスライドをこのチャンネルでもご紹介していきたいと思っております3つ目のコンテンツそれは「後発品導入術」です メインブログでも後発品に関する記事をたくさん書いてきました。私は皆さんに問いかけたいことがあります。後発品導入のためにいろいろなことが犠牲になっていませんか複雑回帰なルールを前に思考停止になっていませんか今こそ 懸命な高発品導入をそれがコンセプトですそれ以外にも病院薬学認定薬剤師簡易検討法糖尿病療養指導学会報告書評などコンテンツは盛りだくさんです是非ご期待ください 最後まで視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。